震度5弱を釧路中南部で観測しています。先ほど午前4時34分ごろ、北海道地方で震度5弱の地震がありました。震度5弱を観測したのは釧路中南部、震度3を観測したのは十勝北部となります。地震の情報など先ほど入りましたら、繰り返します。気象庁によりますと、先ほど午前4時34分ごろ、北海道地方で震度5弱の地震がありました。震度5弱を観測したのは釧路中南部です。震度5弱は釧路中南部で観測されています。そして震度3を観測したのは十勝北部となっています。なお、この地震による災害の心配はないということです。この地震の心配は、先ほど午前4時34分ごろ、北海道地方で震度5弱の地震がありました。震度5弱を観測したのは釧路中南部、震度3を観測したのは十勝北部となっています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。繰り返しお伝えします。気象庁によりますと、先ほど午前4時34分ごろ、北海道地方で震度5弱の地震がありました。震源地は釧路中南部、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されます。震度5弱を観測したのは釧路中南部、震度3を観測したのは十勝北部となっています。なお、この地震による津波の心配はありません。そのため余震にもご注意ください。繰り返します。気象庁によりますと、先ほど午前4時34分ごろ、北海道地方で震度5弱の地震がありました。震度5弱を観測したのは釧路中南部、震度3を観測したのは十勝北部となります。